突如現れた闇により世界は危機にさらされた。しかし闇は4人の英雄によって封印され、この世に平和が訪れた。そして今、世界各地でわずかながら異変が現れていた。それらの現象は黒き前兆と呼ばれ、かつての闇の眷属という噂が広がり、人々は恐れるようになった。そして様々な理由から引き寄せられるかのように集いつつある戦士たち、今ここに英雄たちの新たなる物語が始まる。まだだな。行きますよ。